皆様こんにちは、武田学校講師の武田恒康です。それでは授業を始めます。はい、天皇の国史とですね、この符号学教科書をお持ちの方はお手元にご用意ください。今日はですね、平安時代のお話ですけれども、特に平安時代の初期の頃の政治について述べていきたいと思います。この天皇の国史でいうところの294ページ、平安初期の政治混乱というタイトルがありますね。はい、でですね、じゃあ今日メインテーマはこちらですね。はい、藤原のクスコの変。はい、これは教科書に出てきますよね。クスコの変ということです。このクスコというのは、ちょっとこれ系図、皇室の系図ですけども、第50代桓武天皇、桓武天皇50代から、ね、安徳天皇81代、ここの間の約400年間がですね、平安時代ということです。で、桓武天皇が50代ですよね。桓武天皇の次が51代になります。でここちょっと以前やったと思うんですけども、この、桓武天皇の次の平成、これ平成じゃないですからね、平成です。これあの土辺がついているので、平らな城と書いて平成ですからね。はい、令和の前の平成と似てますけども、ちょっとこれ違いますね、気をつけてくださいね。はい、この平成天皇というのは、ご即位前はこれ阿抵親王というね、方ですけども、この方はですね、ほらやりましたよね、怨霊になったと言われて恐れられた佐原親王ね。佐原親王が、当時皇太子だったんですけども、追い落とされて、ね、無実の罪を着せられて追い落とされて、廃太子、皇太子の地位から引きずり下ろされてしまった。それに代わってですね、次に、皇太子となったのが阿抵親王でした。でこの阿抵親王が平成天皇ですね。はい、でこの平成天皇の奥さんのお母さんがここです。藤原のクスコです。はい。ちょっとそういう前あの関係が、系図が分かったところでですね、今日の本題に入っていこうと思いますけども、はい。でですね、もともとこの平成天皇、はい、この阿抵親王はですね、病弱でした。ね。佐原親王を追い落として、皇太子となって、そして天皇になるわけなんですけども、天皇になってからもですね、天皇になるとさらに病状が悪化しまして、体調が優れない、そこでですね、この平成天皇は、天地療養をして、体調を整えようとするわけなんですけど、それでも、体調に変化がない、そこでどうなったか、もう流れ的に分かりますよね。そうです、佐原親王の怨霊のなせる技と。だって佐原親王を追い落として次、ね、皇太子になったのが阿抵親王ですから、阿抵親王はずっと病弱で、即位してももうどんどん体調が悪くなるばっかり、これはきっと佐原親王の怨霊によるものだというふうに恐れられたわけなんですね。はい、そこでですね、ご即位から3年、ここに書いてあるのを見ながら読んで聞いていただければと思いますけども、ご即位から3年でですね、辞めるんですね。辞めて第51代平成天皇は弟の、に皇位を譲ります。そして第52代嵯峨天皇、が天皇になりまして、そして平成天皇は隠居生活をするんですね。でどこで隠居生活をしたかというと平城京です。平城京で隠居生活をしたということで、平城京の平城を持ってきて、平成天皇というふうに後で追号されるわけなんですけども、ですから嵯峨天皇は京都にいて、そして平成天皇は奈良の平城京に隠居するということなんですね。でこれね、なぜか天皇を辞めたら元気になっちゃったですよ。だからなんかこれ体調不良、なんか病気にかかってて、怨霊のせいかもしれないというふうに思ってました。ところ辞めた途端元気になっちゃった、そこで平成天皇は元気になっちゃったなとあ、こんな元気だったら天皇できるかもということにですね、なっちゃうんですね。そしてこの兄弟でバチバチとですね、凄まじい兄弟喧嘩に発展するわけなんですけども、この平成天皇にやっちゃいなと、
言うやっちゃいなってジャニーさんの言葉じゃないですけど、言うやっちゃいなって言って、けしかけたのがクスコですわ。奥さんのお母さん、だから義理のお母さんですね。クスコからしたら、あんた元気になったんだから天皇戻りなさいと、弟なんてちゃちゃっとやね始末して、あんたは天皇やりなさいよという感じでですね、けしかけるんですね。しかもどうやらこのクスコとヘイゼイ天皇はいい仲になってたらしいんですね。奥様のお母様ですからね。まあ、ほらほら今と違ってね、まあ、今晩婚化が進んでますから、親子でね、例えばもう30近い年の差があるのは普通ですけども、かつてはですね、特にあの、特に女性は若いうちに出産しますよ。まあ、大体12、13でお嫁に行って、もう13、14で子供を産むぐらいの感じですよ。だから娘とお母さんがもう10いくつしか離れてないわけですよね。だからもうちょっと年の離れた兄弟ぐらいでもおかしくないぐらい。だから奥様とそのお母様が並んだ時に、まあ、今風に言えば兄弟のようなそうすると恋仲になってもおかしくないというね。まあ今ですともう30とか35とか開いちゃうとさすね、ちょっと年の差大きいですけどね。まあそういう面では、まあ、奥様のお母様とね、なんかすごい、いい感じになっちゃったらしいんですけども、まあそういう年の差はね、実は近かったので、まあまあ、ありえなくもないということなんでしょうね。はい。そこでどうなったかということなんですけども、だからあのもう上位してしまったから未練があるわけですよ、ね、でまたややこしいのに ややかしいことにクスコの兄弟に藤原の仲成という人がいるんですよね。要するにこれまあ兄弟ですから、ね、お前んとこの、義理の息子ちょっとね、頑張れということでですね、政治的なこうつながりもですね、多分後ろから政治的にですね、やっちゃいなっていうですね、プレッシャーがあったのかもしれません。はい、そこでですね、まあこの、クスコ自身はもうこのほら平成天皇の奥様のお母様ですから、この奥様もクスコも、まあ、両方ともですね、あの皇宮に仕えていたんですね。皇宮というのはあの、まあ俗に言う奥と呼ばれているところですけども、まああの宮廷もですね、表と奥がありまして、表というのは政治が行われる空間です。奥というのは天皇の生活空間なんですね。ですから天皇の、女房、まあ、お妃と、まあその家来集団、全員女性ですけども、あの皇宮に、皇宮っていうんですよね、そこに、まあまあ、いたということなんです。はい、そこでですね、はい、ここで、まあ、平成天皇はもう上、すでにもう上皇になってるんですけども、ここでですね、この弟から政治的実権を取り上げようとするんですね。まあ、そこで、朝廷が二分裂という、だから上皇と天皇と、まあ、二分裂ということになってしまったんです。はい、そこでですねで、まあ、事態はまあどんどんこの対立が深まっていった結果で、ここでですね、まあ、この本を見ながら、聞いてもらえればと思いますけども、まあ、ここでクスコの変というのが起きるわけなんですね。まあ、一応、まあ、クスコの変ということで、クスコ自身が首謀者であるというような形で、まあ、そのように考えられていたので藤原のクスコの変というふうに言ってるんですけども、でも実際にはこのバックにもですね、いろいろ人もいましたし、結構その上皇自身も乗り気だったということも、まあ、近年分析されています。はい、そこでですね、どうしたかと言いますと、この、天皇が先に動きます。まず藤原の仲成とクスコをですね、左遷するんですね。はい、まあ、それによってこの上皇の勢力を剥ぎ取ろうとします。ではあの仲成は左遷で、クスコはこの官位剥奪だから、高級で、まあ、位高い、まあ、女官連中の中でもそれぞれ位があるんですけども、そのクスコの官位を剥奪します。そこでですね、何が起きたかというと、まあ
まあ、平成天皇、あ、平成上皇がですね、まあ、起こるわけですね。はい、そこで、挙兵をすることになりまして、このクスコと平城天皇と、まあ、2人でですね、平城京を出まして東の方に逃れていこうとします。これはもう戦争になるというような勢いなんですよね。ところがですね、ここで登場するのが、まあ、ちょっとここも書いてませんですけども、以前蝦夷征伐で征夷大将軍となった坂の上の田村麻呂ですね、帰化系の、軍人なんですけども、非常に東北の蝦夷征伐で大きな手柄を挙げた方ですよね。坂の上の田村麻呂、そのですね、めちゃくちゃ強い人が現れて、阻止されるわけなんです。まあ、これによって平城天皇が、奈良から飛び出して、いろいろと準備して挙兵して、そしてこの嵯峨天皇とこの対決するというね、まあ、そういう構想はですね、坂の上の田村麻呂によって阻止されることになります。そこで平城天皇は、平城京に戻りまして、でクスコは自決します。はい、これによって、クスコの野望はですね、ついえることになるんですね。でこの平城天皇も平城京で、事実上の幽閉生活をさせられるわけなんですけども、その後亡くなります。崩御ですね。これで、これが、藤原クスコの変ということで教科書にね必ず出てると思うんですけども、クスコの変によってですね、藤原式家が完全に没落しました。はい、没落ですね。奈良時代にやりましたけども、奈良時代 の、藤原家って、4人子供がいて、それぞれ4つの流派に分かれるんですけども、そのうちの藤原4氏のうちの1つが藤原式家になるんですが、この藤原の式家がですね、完全に没落することになります。ですからクスコ自身が何かけしかけたという話なんですけども、これはもう藤原氏の中での権力闘争ですからね。はい、いろいろな政変とかあって、没落していく家が、こうやって、今回はこの藤原式家が没落しましたけども、そこで生き残った流派で、それがですね、またこの平安時代、後々詳しく説明しますけども、藤原北家となり、藤原五関家となり、それが戦後までね、昭和の戦後まで続くというですね、1000年以上続く、非常にこの日本の政治を動かし続けた一族というのは、藤原氏なんですけども、その中でもいくつかの流派が徐々にこう、一番力を持つ流派がですね、徐々に整ってくる。なので、藤原の中成、こういう式家、を統率してたわけですけども、他の、藤原家との構想に、敗れていったということになるわけですね。いや、恐ろしいですね。はい。ただ、これね、近年の研究の成果なんですけども、もともとはね、この藤原の変の首謀者は、藤原のクスコの変の首謀者は、クスコだと思われていたわけですね。だからこそこの名前なんですけども、近年の研究で、実はクスコ、だから結局ね、平城天皇は、ちょっと義理の母ちゃんがさ、いろいろうるさかったから、ちょっと自分も聞いてたんだけど、みたいな感じでね、自分はそんな色気はなかったですよ、みたいな感じでですね、自分の責任を逃れるような、態度をとっていたようなんですけども、どうも近年の研究で、実は平城天皇もやる気だったということが分かってるんですね。だからどうもクスコのせいになって、クスコが自決して幕引きになりましたけども、実は平城天皇も、ね、いざ実権を握ったら、ね、クスコと仲成と、平城上皇とですね、この3人のね、天下というような、そんなような野望というかね、抱いたような分析がされているんですね。でそれが通説に今なりつつあるんですけども、そうするとこの名前がね、不適切だってことになるわけですよ。そこで、一般的には今ね、平城太上天皇の変、このようにですね、言うべきだと。クスコは実は首謀者でないと。
結局責任なしつけられてこの人のせいになってるけど、実は首謀者はもう天皇上皇そのものなんだということで、平城太上天皇の変と言うべきだという声が歴史学の中で結構強まってきてるんですね。はい。ただ私に言わせればですね、まあそうかもしれません。首謀者はというかこの政変のね、主人公は実は平城天皇だったの、まあ、平城上皇ですね、平城上皇だったのかもしれないですけども、このネーミングはいかがなものかと思うんですよね。はい、これね、平城太上天皇の変っていうね、まあ太上天皇という部分を略して上皇というわけなんですけどね、上、これで上皇ですね、平城、上皇の変ということなわけですけども、ただね、上皇が政変の首謀者だっていうのはこれちょっといただけないですよね。ですからまあここはですね、まあ後任の変、後任の元号の時に起きた政変ですから後任の変と言うべきであって、平城太上天皇の変っていうのはですね、天皇のか首謀者っておかしいっしょね。太上天皇が首謀者っていうのはおかしいわけですね。これはもう皇室の内部、もしくは藤原氏を巻き込んだ、もしくは藤原氏が皇室を巻き込んだ、この権力闘争ですから、なんか上皇がね、政変の首謀者という表現は、まあ、良くないと思います。まあ、それで言うとですね、上級の変を上級の乱という人がいるんですけど、まあこれはですね、また後々やりますけどもね、後鳥羽上皇の話ですけどもまあこういう何ていうのかな、この言葉遣い一つ一つで、まあ、歴史観が現れるんですよね。だから左派からすると、いや天皇に対して敬意もね、ないような思想の人からすると、上皇の変でよくないってなるんですけども、やっぱりこの天皇そのものとか上皇そのものを悪者に仕立てるようなですね、そういう言葉遣いはよろしくないと。で、これどういうことかというと、例えば天皇がよからぬことを思いついて実行しようとするとしましょうか。でもそれは臣下が止めるわけですね。はい。で、これ天皇が悪いんじゃなくって、止められなかった臣下が悪いと、このように考えるわけですよ。はい。ですから、まあ、そうですね、まあ歴史に翻弄される天皇とか上皇っているんですけども、天皇そのものを名指しでね、いい悪いとかなると、その次の天皇はいいのか悪いのか、さらにその次の天皇はいいのか悪いのか、悪かったら変えろとかですね、なんならもうなくしてしまえとかっていう議論にもなりかねないんですね。そもそも天皇には政治的実権がもともとないじゃないですか。まあ、平安時代ね、天皇新政っていうのが何回か出てくるんですけども、もうすでにこのね授業をずっと聞いてる人はわかると思うんですが、もう古墳時代、飛鳥時代、奈良時代を通じて天皇の政治的実権なんかほぼなかったですよね。はい。ですからその政治的実権を握った上でやったことに関してはですね、これは政治責任があるということもできるかもしれませんですけども、基本的には天皇にはそんな強い実権というものがないんですね。それを周りの、ね、親族とかが利用して、自分たちの利益になるように導こうとするわけなんですね。で、まあ、近年の研究の成果で平城上皇自身も色気があったということだとしてもですね、やっぱこういうですね、上皇が起こした変だっていう、これをやり始めちゃうとですね、本当に何ていうのかな、真の部分を否定することになってしまいますからね。はい。まあそれは天皇だって、歴代天皇だって人間ですから、ちょっと魔が差すとかですね、ちょっと思いついたことがね、失敗することだってあったと思うんですよね。でもやっぱり民を愛する天皇がいらして、それを支える臣下がいて、臣下というのは、天使が誤った道を歩もうとしたら自ら体を張って止めるということなわけですからね。はい。まあ、というわけで、ちょっとネーミングはどうかなということで、まあ、後任の変というのが、まあ、特に政治的な色をつけなくて済みますからね。だからこういう時に元号って便利なんですよ。これ元号ないとですね、ちょっとこういう名前もですね、つけにくくなってしまいますからね。はい、ということです。
まあ、平安時代の最初の時に起きた政変ですけど、まあ、平安時代っていうのは基本的にその大きな戦争とかないですからね。もう天下太平の時代が続くので、まあ、よくね鎌倉時代とか平安時代後期になるとね源平の合戦とかありますけども、そういう躍動感のあるその激しい歴史の記述っていうのはこの約400年間ないわけなんですね。だからこそ平安文化というようにですね、貴族の雅な文化が花開いてですね、また次回以降やりますけども女流文学とかですね、SF 小説、ね、竹取物語とか書かれたりとか、そういう文化的にですね伸びていく時代なんですね。そうするとやっぱりこの貴族の間での権力闘争とか、もしくはその貴族と天皇のどっちが政治的実権を持つかっていうね、まあ、そういうとこでの静かなる戦いといいますか、静かなるねそういう権力闘争が繰り広げられるんですね。はい、まあこんな形でですね、まあクスコの変といいますけども、実はそういう政治の力関係の中で起きてきたことだというふうに理解してもらえればと思います。ということで今日は以上です。この天皇の国司、それからこの、中学の不合格教科書ですね、できれば両方ですねお手元に用意していただいて、武田学校をご覧いただけると理解がより深まると思います。お願いしておきますけども、チャンネル登録はお願いいたしますね。はい。